ハッシュタグ日本共産党アット福島皆さんこんにちは、日本共産党参議院議員の岩淵智です。今日からこれから日本共産党の魅力をですね、余すところなく皆さんにお伝えしようということで、仲間と一緒に動画番組を始めることにしました、というわけで、ちょっとまず2人に自己紹介からしてもらいましょうかね。どっちにしますかどっちにしますか。じゃあね、はい、はい、はい、どうぞ。これもう自分で、あ、まずお名前を、お名前をどうぞ。県会議員の大橋沙織です。名前、はい、はい、はい、じゃあはい、名前、まずはね、はい、福島市議会議員の佐々木優ですというこんな3人でお送りしたいと思います。今日は第1回目っていうことなので、まあ、自己紹介とかこの間のみんながどんなことを活動してるかとか取り組んでるかとかを話しながら、ちょっとこれからね、どういうことをやっていきたいのかっていうこともトークしたいなっていうふうに思います。でまずは大橋沙織さん、はい、ボンちゃんボンちゃんは去年のね、県議会議員選挙で初当選をして、一番若い県議だったんだよね、はい、福島の県議会議員の中でね、女性ではもう最年少、そうですね、これまでトータルで史上最年少うん、でもう1年ぐらいね経つわけですけど、うんうんうん、どうですか県議会は。そうですね、いや、ちょうど1年前、うん、県議選の直前だったわけですけど、その時に台風19号が来て、ね、ちょうど1年経つよね、はい、で私の選挙区の伊達市伊達郡でも柳川町の被害が特に大きかったですけど、うん、あちこちで土砂崩れとか浸水被害とかがあって、こういう時こそ本当に政治の役割が大事だなと思って選挙を戦って来たわけなんですけど、うん、 そうだね、そしてまた年明けからは新型コロナの影響があったりして、うん、なんていうかもう常にその政治の役割が問われているっていうか、こういう時こそ私たちが頑張る意義があるなって思いながら、うん、まあ、当事者の人っていうかが実際どういうような思いを抱えていて、どうしてほしいって思ってるかを聞くことを大事にして、でその声を議会の質問の中で、うん、反映させていくっていうか、こういう声が上がってるんだっていうことを実際に取り上げるっていうことを大事にしてこの1年間やってきました、うんうん、ね、緊張するよね、うん、議会とかね本当ですよ ね、その中でも、ね、災害のこととかコロナのこととか現場の声をこう、うん、しっかり議会に届けて頑張っていると、はいはい、なんで素晴らしいというわけで、ゆうちゃんにもぜひ、ゆうちゃん2期目、ね、そうですね、ですけど、最近はどんなことに。最近、まあ、その時その時で本当にいろんな問題があるから、ね、取り上げるべきことをやるっていうのとは、ずっとやってますけど、でも私やっぱり1期目の4年間はやっぱ農業問題が、大事だったなっていうふうに思ってやってきたんですよね。やっぱ農業って私たちの、まあ、生きていく上で、うん、もう絶対に欠かせない産業なので、うん、それはこうみんなに関わることだっていうことは、本当ずっとこれは取り組んでいきたいなと思っていて、12月もその農業問題で本当に今このコロナでも大変な状況になって、うん、そうだよね、米のね、値段が下がってとか、ね、在庫があってとかっていろいろ問題があるので、そのことについて取り組んでいきたいなと思ってます。若い、ね、農業やりたいっていう人たちへの支援とかもね、いろいろ実現させたり、そうですね、ほら国の制度に当てはまらない人たちをなんとか自治体で助けるべきだっていうことを取り組んできて、で福島市も独自に支援、お金を出してっていうことを去年一昨年からかな、始めたんですね。だそれは一歩前進だと思います。素晴らしい。農家の皆さんの声を届けながら、ね、福
島もね重要な基幹産業がね、うん、農業だからね、うん、というわけ で, そうです、ね、私にも来ていただきたいです。すいません、ね、岩渕さんのじゃあ、はい、国会での活動について、はい、国会は6月に通常国会が閉会して、うん、もう3ヶ月ぐらいずっと国会ストップしてたんですよね、知ってたんだよね、うん、だけど3ヶ月ぶりに開かれた国会、臨時国会がたった3日で閉会をしてっていうことで、まあ、そこで安倍政権がまあ終わって菅内閣にこう変わったわけですけど、もう早速いろんな問題が次から次へと起きてて、まあ、コロナの問題でも、まあ、本当になかなか現場の皆さんのと一緒にね進めてきたけれども、いろいろ実現したこともあるし、なかなか実現できなかったこともあるんだけど、そういうコロナの問題もあるし、今菅政権になって安倍政権もひどかったけど、それ以上にひどい政治がもうすでにこう明らかになってきてて、やっぱ今大問題になってるのは日本学術会議の人事介入問題が、ね、6人の人が任命拒否をされるっていうことでね、このことが本当に大問題になって、いろんな人がねもう怒りの声を上げると。で、国会でもすぐに野党合同ヒアリングが行われて、任命拒否をされた当事者の皆さんからも話を聞くし、まあ、直接行って話聞いたりもしたり、あとは政府にこれどうなってるのかってことで正すってこともやってるんですけど、26日からまた国会始まる予定なんですよね。で、そこでもやっぱりこの問題が大問題になるだろうなっていうことで、菅さん自身がなんで、ね、任命拒否したのかってことを明らかにしてないので、やっぱりそこを、ね、明らかにさせる、徹底的に真相を究明していくっていうのが大きな争点になるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、そういう国会の情勢になってますよね。本当にね、うん、なんか本当ひどいよね。ひどい、ひどいね。現場の国会のこう声ってなかなか皆さんに広がっていかないと思うし、だってテレビでもやらないしね。そうだね、やっとだね。なのでね、こういう声を皆さんにお伝えしたいなと、はい、そうですよね、うんうん、というわけで今日はまだ1回目なので、まあ、自己紹介はこれぐらいにして、ちょっとこれからねこの動画番組の中でどういうことをやりたいのかっていうことをご相談したいなと思うわけなんですけれども、はい、どんなもんですかね。ね、本当いろんなテーマがあるけれども、そうですよね。私関心があるのは何ですか。いや、異常気象がねこの間言われていますよ ね、 で、いや、さっきも言ったけど去年の台風19号とか今年だって九州の方で台風被害が、ね、うん、あったりして本当に、ね、去年被害を受けた人もまた今年も去年と同じような災害が来るんじゃないかって言って不安を抱えている中で、この異常気象の問題だとか温暖化対策っていうか、そういうことをにどう取り組んでいくかっていうのに関心があるので、なんかそんなこともざっくばらんに話せたらいいんじゃないかなって思ったりして。どうですか。そうだな、議会とかに行っても、その例えば当局で、決定する側の、まあ、例えば部長の皆さんっていうのは本当に男性ばっかりなんですよね。とにかく男性が大多数を占めているっていう、やっぱりその政策を決定する場に女の人がいないって、まあ、どっちもいるべきだっていうのが今ね世界の流れでもあるし、日本でもやっぱそういう風になっていかなきゃいけないなってつくづく思うんですよね。なのでそのやっぱりこうジェンダーの問題は本当にいろいろなんかね深くて、あ、これもジェンダーだよな、これもジェンダーだよねって、もうとにかくいっぱいあるので、そういうのをこう気が付いて、やっぱおかしいよねっていうことをみんなで共有したいなっていうふうに。なるほどね、はい、なんか自分もハッとすることがいっぱいある。あ、これはもしかしてって思うことがいっぱいあるよね。あります、うん、はい、まあ、そういう意味ではね、杉田水脈っていうね、自民党の衆議院議員のね発言が今大問題にもなってるけど、
私は今ハッシュタグですぐハッシュタグで最近大好きほら杉田水脈氏にも抗議するとか、うん、さっきの学術会議も抗議するとか、うん、そういうことがね、みんながいっぱい拡散して広がる中で、うん、政治が動いてるなっていうことをすごく実感、うん、そうですよ、うん、そうですよということもあるので、そういうね、皆さんの声も、うん、私たちもいろいろね、そのテーマでトークできればいいなっていうふうに思いますけどね、うん、いいですね、いいですね始まる前はね、美味しいおまんじゅう屋さんを紹介しようというなぜかそんな話もしてたのに、すっかりちゃんとした雰囲気になりましたね、よかったのかなというわけで、私たちはそう思っているけれども、皆さんはどうかなっていうことで、どうですか、ちょっと今後取り上げてほしいテーマとかがあったり、もしご感想などがあったら、ここですか、ここですか、どこですかちょっとどの辺かにちょっと出てくるので、そこにお寄せいただければなというふうに思います。それでは次回といきたいところなんですけど、第1回目どうでしたか。いや、なんか無茶ぶりをするっていうドギマギ、やっとここに落ち着いたなって感じがですね、よかったゆうちゃんどうでしたか、はい、ね、なんかこうここのお話だけじゃなくてちゃんと伝えなきゃいけないですよね。忘れそうになるから危ないですよね。気をつけながら、気をつけながら頑張って、はいはい、そうですね、そう、私もなんか始まったことが良かったなと思いましたそうですよね、はい、というわけでというわけで、じゃあまた次回ね、はい、皆さんからいただいたテーマも含めていろいろお話しできればいいなというふうに思います、はい、じゃあ1回目の、ね、ハッシュタグ日本共産党と福島は、これで終わりたいと思います。皆さんまた次回お会いしましょう。